皆さんこんにちは。プラナフォレストチャンネルの東山です。前回の動画でアファメーションをね、一緒にしたいなっていう、実践していきたいなっていうお話をしたんですけれども、このチャンネルを見てくださっている方はアファメーションのことはもうね、すでにご存知だと思うし、毎日実践してますみたいな人もね、たくさんいるかなっていうふうに思うんですけれども、私自身はこれまで気にはなっていたんだけど、そんなにアファメーションにエネルギー自体をこう向けてはいなかったんですよね。新月とか満月の日に瞑想する前後にアファメーションをね、少し加えるぐらいという程度だったんですけども、前回、ポッドキャストかなの方でも話題に出したモーニングメソッドの本にかなりインスパイアされて、で紹介されているメソッドを試しているんですよね。でそのメソッドの中にアファメーションがこう含まれているので、3週間から4週間かな、もう実践していきだしたら、いろんなことがね、ポジティブにこう変わってきたんですよね。なので、これは動画にしてみんなとシェアしたいなっていうふうに思いました。アファメーションというのは、つまり自分に対する肯定的な宣言ですね。ポジティブな言葉を自分自身に対して繰り返し送り続けることによって幸せと導く方法なんですけれども、アファメーションのじゃあ何がそんなに効果的かっていうと、やっぱり潜在意識に働きかけることができるっていうことなんですよね。無意識に自分に対してネガティブな否定的な宣言をしていることってあると思うんですよね。口癖とか、絶対無理とか、どうせできないとか、ありえないみたいなね。絶対無理ってこれかなりインパクトのある宣言ですよね。だって自分とか対話相手に対して無理、そんなことありえませんよ、起こりませんよっていうふうに言ってるわけですからね。で何が問題かというと、こういうネガティブな口癖というのはこう何度も何度も口にするので、潜在意識にこう浸透してしまうわけですよね。皆さんがご存知のように、私たちが普段認識できるのは潜在意識であって、これは表面意識とも呼ばれる部分で、論理的な思考とか、あと判断力とかね、理性のことですよね。で簡単に言えば、言葉にできる意識のことを潜在意識というふうに言います。で潜在意識は人間的、つまり3次元の物質的な意識だと言えると思うんですよね。で一方で潜在意識は普段認識することができない無意識の領域で、感情とか感覚、直感が含まれるんですけれども、私たちのこれまでの全ての記憶、潜在意識が思い出せないような古い記憶というのも全て潜在意識に蓄積されているんですよね。私今ヒプノセラピー、対抗催眠を勉強しているんですけれども、過去の記憶の浄化、例えばインナーチャイルドとか過去生の記憶をヒーリングしていくのも潜在意識の領域なんですよね。で潜在意識というのは、私たちが見たこととか、こう聞いたこと、考えたこと、そして感じたことの全てが潜在意識には残っているんですよね。スイスの精神科医で心理療法士のカール・グスタフ・ユング博士によると、人間の精神というのは個人の潜在意識と潜在意識のさらに深い部分、深部に社会集団、人類に共通する集合的無意識、つまり普段私たちが自覚することができる個人の意識、これが潜在意識、そしてその下に普段自覚していない個人の意識、これが潜在意識ですよね。そしてその奥に社会集団や人類に共通する無意識があるっていう風な理論を提唱しているんですよね。潜在意識と潜在意識ってよく氷山の例で示されていると思うんですけども、これはね、皆さんご存知だと思います。海の上に浮かんで見えている氷山が潜在意識で、海の中に沈んで見えない氷山が潜在意識、見えている潜在している意識は氷山のほんの一角ですよっていう説明ですよね。
で、そのバランスは顕在意識が 3% から 10%、 潜在意識が 90% から 97% を占めているっていうふうに言われているんですよね。これ私もね、対抗催眠ヒプノセラピーを勉強し始めて、心理学の領域をちょっとね勉強し始めたことで、潜在意識が持つパワーの凄さっていうのを勉強としてね理解し始めているところなんですよね。なので潜在意識をどういう状態にするかによって人生は大きく変わっていくと言えるわけですよね。なぜなら私たちの人生は何を感じるか、そして何を深く信じるかによって作られていくからですよね。深く信じている、それはつまり潜在意識レベルで信じていることっていうのが言葉になって、その言葉が行動になって感情になっていく、この連鎖があるからですよね。そしてそれらのエネルギーが同じエネルギーを持つものを引き寄せてしまう。だから人生がどんどん変化していきますよってことなんですよね。で、宇宙は宇宙にあふれるこうエネルギーをただ増幅させて拡大させていく場所なんですよね。そしてそのエネルギーを形として形成するのが宇宙の性質なんですよね。エネルギーの波動として宇宙が最もキャッチしやすいのがその人の深層レベル、つまり潜在意識で信じていることであったりとか、普段口に出している言葉、出している波動、つまりエネルギーの振動ということですよね。アファメーションによって言霊、そして自分自身のエネルギーを意識的にポジティブにしていくことによって人生を自分の望む方向へと切り替えていくこと、変えていくことができるわけですよね。私ってすごいなのか、どうせ私なんてなのか、この口癖の違いによってかなり大きな開きが出てくるわけですよね。口癖というのはこう出来事に対してこう無意識に反応した時の言葉ですよね。それって実はその人が深く信じていることがこう表面に現れるんですけれども、言葉はエネルギーなんですよね。言霊っていうふうに言葉には強いエネルギーが宿るんですけれども、そのエネルギーっていうのは大きく肯定的か否定的かに分類されるというふうに言われています。私たちは普段口にする言葉を通じて自分自身の潜在意識を宇宙に届けているんですよね。普段から考えていることであったり、実際に口に出すことによって人生っていうのは作られていくわけですよね。思考も言葉もエネルギーなので、似たようなエネルギーを作り出して拡大させて現実化していくので、このあたりは慎重になった方がいいですよね。思考や言葉、そして感情というのはそのまんま宇宙へのオーダーになるからですね。願いが叶う仕組みというのは自分が口から出した言葉、つまり言霊というエネルギーがそのまま宇宙空間を増幅させる。自分なんてとか、私本当ダメでとか、いやそんなこと全然ないんですよみたいな自虐言葉っていうのは本当やめた方がいい習慣なんですよね。なぜならそういう言葉を発していると自分はダメだとか、自分なんて全然大したことないっていう風なことを実感するような現実がどんどん作られていくわけですからね。で、外国に住んでてこれすごく感じるんですけども、日本は謙遜の美徳とか自分を落として人を上げることを良しとする風潮があったりするんですけど、でこれもやっぱり良し悪しですよね。これはもうちょっと時代遅れですし、何より自虐言葉、自虐っていうのは自分で自分を傷つける行為なので、なるべくこうやめていってもらいたいんですよね。褒められたらただありがとうって言えばいいんですよ。肯定的な言葉に対して投げてきた人の本音であろうとお世辞であろうと、ありがとうっていう肯定的なリアクションをするだけで、あの人ちょっと褒めたら調子に乗ってみたいなエネルギーを内側に作り出す人は誰にとっても百害あって一利なしなので、そんな人からはもう離れた方がいいんですよ。
そういう人に対してこう自分がどう思われるかとか嫌われるんじゃないかっていう感情がもし出てきたら、もうそんなのもう感じたらとっとと手放して、なるべくさっと離れていった方がいいと思うんですよね。必要じゃない人間関係に対して自分を傷つける言葉を使ったりしていたら、自分自身の波動が下がりますから、そういう変な人とか嫌な人、人を傷つけたりとか、なんか本心のどこかで嘲笑うような、そういう変な人をさらに引き寄せてしまうので、本当やめた方がいいと思います。無意識に頭の中で繰り返す思考はどんな性質のものかっていうことをちょっと意識して見ていくといいと思うんですよね。結構今の暮らしの不満とか将来の不安といった望んでいないものがこう含まれていることに気づくかもしれないですよね。こうなりたくないと思っていることに限って現実になってしまう、そういう経験はもう誰でもあるかなと思うんですよね。私これ超ありましたね。悪い予感ほどよく当たるみたいなね。悪い予感とか心配とか、そこに意識を向けてしまうと、そこにエネルギーが生まれて、その不安とか心配が増幅されて、さらに現実化させてしまうみたいなね。で、これは潜在意識が望まない選択をしているからなんですけども、アファメーションっていうのはそこを逆手にとって物事をプラスに好転させていくテクニックなんですよね。悪い予感とか心配が意識することによって増幅するっていうのはそれはそうなんですけども、同じようにワクワクとか嬉しいとか楽しみとか幸せみたいな感情も増幅させていくことができるんですよね。で、注意点としては、先ほどね、宇宙はエネルギーを増幅させる場所っていうふうに説明したんですけれども、漠然とね、この状況を何とかしてくださいとか、物事がうまくいきますようにとか、これこれが叶いますようにみたいなお願いします系の言霊を投げると、そのエネルギーが拡大していくだけになっちゃうんですよね。つまり何とかしてほしいとか、物事がうまくいってほしい、願っ叶ってほしいっていうような現実だけがやってくる。なのでアファメーションというのはポイントとして完了形か進行形で書いていくことが大事ですよっていうふうに言われてるんですよね。あとすごく大切なのはこれを習慣化させることですね。考え方の癖とか受け取り方のパターンを修正するように、繰り返し繰り返し潜在意識にこうポジティブな種をまいていくこと、これがアファメーションの目的、そして大切なポイントなんですよね。で、私がおすすめするのは決まったタイミングで行うこと、そしてリラックスしている時に何度かこう口に出すことっていうのがいいかなと思います。で、私は朝のモーニングメソッドの一環でアファメーションをしています。ノートに書くのもいいと思うんですけども、私は今極力紙を使わないようにしているので、パソコンに直接もう打ち込んでいっています。ポッドキャストでも紹介したんですけども、 Notion っていうねアプリがすごく優秀で、そこに日記のページを作って、そこにカレンダーの中にその日1日ずつ分けてアファメーションとか願望実現ノートとか、あと心のデトックスノート、またこの辺はね詳しく別の動画でお話ししようと思うんですけども、じゃあ実際に一緒にやっていきたいと思います。で、さっき言ったようにこういうね、紙のノートを用意して、何でもいいんですけども、ノートに書く人はノートに、でパソコンに書く人はパソコンに書いてもいいと思うんですよね。で、私はノーションは携帯のスマートフォンのアプリにもつながっているというか連動しているので、ちょっとここにどういうことを書いてるかっていうのをちょっと言っていこうかなと思います。でですね、唐突もないことを、例えば年収300万円の人が今年中に年収が1000万円になりますみたいな、これも全然いいと思うんですけど、もし心の中でそんなのどうせ無理でしょみたいなブロックっていうのが出てくると思うんですよ。で、ブロックがやっぱり出てくると、そのブロックがその願望実現をアファメーションの
実現を邪魔してしまうことになるので、こういう時はなぜかわからないけど年収が1000万円になりましたとか、あとはね、進行形だから私はどんどん年収が上がっていきますとか、私はどんどんお金持ちになりつつありますっていう風な、そういう言葉に言い換えるとちょっと心に出てくるブロックっていうのがね減ると思うんですよね。で、なぜかわからないけどっていうのは結構これ有名なアファメーションのこう言葉の使い方でいろんなところで紹介されてると思うんですけども、私もこれかなり使ってるんですよね。っていうのはなぜかわからないけどっていう言葉をつけるだけで、自分自身で努力して何とかするっていう、この自分でやるぞっていうね、その自分でやらなきゃならないっていう感覚から宇宙に投げて、もう宇宙がもうなんかわかんないけどそういう状況を作り出してくれましたっていう風な、もう投げることによって自分のブロックが取れていく。期限を決めて、いついつまでに私の年収は1000万円になりますとか、私の月収が100万円を超しますとかね、そういうことを言うときはなぜかわからないけどっていう風な言葉を使うと、すごくそれだけでブロックが外れていくんですよね。じゃあちょっと私がどういうことを書いているのかを説明していきたいと思います。ちょっとお金のこととかも書いてますけどはい。で、まずいきなりですよね。なぜかわからないけれど YouTube のチャンネル登録者数が1万人を超えました。で、私のチャンネル登録してくださってる人の数って今の時点で1100何十人とか、そういうなんか数なんですよね。それがいきなり1万人とかになるのって、やっぱり動画がなぜかわからないけどどっかのタイミングでバズらないと無理ですよね。なので私は自分で何とかしようと思うと、毎週動画をいっぱい上げてとか、そういう物理的な努力が必要になってくるし、そうなってくるとでもダメかもみたいな気持ちが出てくるじゃないですか。でもこれはアファメーションなので、もうなんかわかんないけどそうなっちゃったみたいな、それをもう現在完了形で書く、現在完了形って完了形で書く。例えばこの期間を決める場合は、なぜかわからないけど4月中に私のチャンネル登録者数が1万人を超えましたとかね、そんなこと書いてないですけど。あとはそうですね、今ヒプノセラピーを、対抗催眠を勉強してるんですけれども、ヒプノセラピストとしての才能が手に入りましたとかね、宇宙って自分の望みに応じて才能っていうのも与えてくれる場所なので、才能に対するお願いもいいんですよね。あとはなんか自分の身内、大切な人ですよね。まずは犬も猫もデイビッドもいつも健康で幸せそうにしていますとかね。あとは私オンラインサロンを運営してるんですけども、オンラインサロンメンバーって私にとってすっごく大切な存在なんですよね。だからオンラインサロンメンバーがどんどん幸せになりました。あとオンラインサロンメンバーがどんどん豊かになっていきますっていうことですよね。今紹介したチャンネル登録者数とか、収入に関することですよね。仕事に関すること、才能に関すること、あと家族とかオンラインサロンメンバーについてのことは、これ毎日書いてるんですよね。あと私、あと2年ぐらいで日本に移住したいっていうふうに考えてるんですけども、まだその移住先が決まってるわけでも、そこに家があるわけでもないので、そこに対してなぜかわからないけど理想の土地に理想の家を建てることができました。これも かなりの頻度で書いてますね。こういうふうにアファメーションをしていって、その下にこう願望実現ノートっていうのを書いて、それをなんかね、ロールプレイングでシミュレーションして自分のこう暮らしっていうのを書き出していくんですよ。こういう暮らしをしているみたいなね。それに関して興味のある人がいらっしゃったら、またこれも動画にしていきたいなっていうふうに思っています。何でもね、書き出すっていうのは本当に力強いエネルギーワークなので、すごくおすすめです。で、ポイントとしてはブロックが出てくるような願いに関しては、なぜかわからないけどっていう言葉を最初につける
後でもいいんですけどね。あとは期間を決めるといいと思います。期限、いつまでに年収がいくらになりますとかね。で、期限内にこれが叶わなかった場合なんですけど、そしたら結構、あ、やっぱり無理じゃん、そんなのありえないじゃんっていう風なこう出てくると思うんですよね。なんですけど、宇宙っていうのはもうね、完璧なタイミングでその夢を叶えてくれるんですよね。だから考え方としては、もう、あ、その時までに叶わなかった、例えば私の場合だと、4月までにチャンネル登録のしてくださる人が1万人を超えない場合はですよ、場合は、あ、どうせ無理じゃんっていう風になるんじゃなくって、あ、これはこれによって利息がついてくる、利息っていうのはいい利息ね、これによってもっとドラマティックな形でこの願望が実現するっていう風に捉える。で、これは結構いろんなアファメーションの本でも書かれてるんですよね。そのためには、あの、自分の中にあるエゴをいちいちこう活性化させるんじゃなくって、自分の人生は自分で作るっていう風にちゃんと決めて、その後は宇宙にオーダーしてアファメーションで、そしてその後はもう宇宙を完全に信頼すること。で、宇宙は信頼する人に対してそのエネルギーを返してくれるので、自分のね、言葉とか感情はすごくパワフルであるっていうことを思い出して、それをね、アファメーションによってお腹の中に落とし込んでいく。そしてアファメーションの作業によって信じることっていうのを潜在意識に落とし込んでいく。これができれば本当に人生変わっていきますよ、うん、私別に今チャンネル登録者数が1万人とか超えてないですけど、これをやり始めたの本当最近だし、チャンネル登録に関してはね。でも私の仕事の仕方って別にチャンネル登録者数によって広告収入によってとかじゃなくって、そこから出会っていく人たちだったので、どっちかっていうと YouTube のことよりもオンラインサロンとか、あと西洋占星術のこととかをこう願望ノートとかに書いていって、それがやっぱり現実化してるんですよね。うん、すごく地味にですけども、だけどかなり大きく人生っていうのが始める前と始めた後で変わり始めているので、またね、この変化の進捗っていうのは動画にして紹介していきたいなっていうふうに思っています。今日はアファメーションについてお話ししていきました。今日も最後までご覧くださってありがとうございます。現在オンラインでのヨガクラス、オンラインサロンプラナフォレストヨガを運営しています。そして西洋占星術の個人セッションも行っています。これらの詳しい情報は概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。プラナフォレストチャンネルでした。As soon as I left, I told my friends